デッドマウントディスプレイが面白いって話をしておきます。どういう層におすすめかっていうと、まあ、デュラララやバッカーノや、まあ、フェイクアニメの7月のやつを楽しみにしてる人にはマジでおすすめです。まあ、原作が成田亮吾先生の漫画なんですよね。あらすじとすると、まあ、異世界で、まあ、勇者が倒した、まあ、ネクロマンサーの、まあ、カバネ神殿さんってのがいるんだけど、まあ、そのカバネ神殿さんが死に際に地球の新宿に、まあ、異世界転生しましたと。うん。まあ、篠山ポルカっていう少年がいて、まあ、そのポルカがなぜか殺し屋に狙われてたから、まあ、その代わりにちょっと体を借りますと。うん。まあ、ポルカ自体ともちょっと話をしていろいろやってるっていう感じですね。で、まあ、ポルカを殺しに来た、ちょっと精神が壊れちゃったミサキちゃんとか、で、ネクロマンサーの力を使えるんだけども、それでも完全に無双するとはいかなくて、まあ、そこら辺はやっぱ成田亮吾先生の新宿って感じします。まあ、異世界転生もののずらしっていうのは間違いなくまあその通りで、まあそういう意味でもファンタジーものとして見るっていうよりかはマジでこうデュラララの延長戦で見た方がいいんじゃないかなっていうような作品だったと思います。なんかちゃんと見ていくとやっぱこれ成田亮吾先生の作品だなっていうのはまあありますよね。うん。ちょっと穏やかじゃないあのお姉さんたちとか結構モブだけどちゃんと可愛くていい感じですね。うん。まあ、問題はこうギークトイズさんがこういろいろと作画面で不安なところもあって、まあ実際こう作画枚数はそう多くないなって感じはするんですよね。まあ、人間不信に関してはまあいろいろと声優さん絡みで擁護はしたけど、まあ実際作画面ではちょっとガタガタすぎたなっていうのは正直あったし、まあ不安は要素はあったんだけど、ただこれデッドマウントディスプレイは、まあ、小野学監督が多分優秀なのかなって感じがしてて、作画面ではまあ省エネなんだけど、演出でかなりカバーしてる感じがあって、まあ、この辺は安心感ありますね。うん。ただまあ分割2クールやるつもりだから、まあ、そこら辺今後これがどこまで持つのかっていうのはあると思います。ただデバフになるほどっていうほどひどくはないし、今のところね。まあ、今期の中だとやっぱりこう、ちょっと埋もれ気味になってるってのもあるかもしれないんだけど、マジでデュラララバッカーノが好きだった人や、フェイクアニメを楽しみにしてる人にはぜひ見てほしいです。まあ、今期のダークフォースですね。以上です。